トマス・キャンベル・アレグザンダー・キャンベル・バートン・ストーンディサイプルスはアメリカ合衆国で起きた第二次大覚醒の影響の元で生まれたプロテスタントの団体ディサイプルス派とも言われる19世紀初頭、スコットランド系アイルランド人で長老派協会の牧師トマス・キャンベルが1807年にアメリカのケンタッキー州に移住したことからディサイプルスの運動歴史は始まる 運動のきっかけは、母国アイルランドの長老派協会が、他教派の会員に、生産式を施すことを禁止する規則を作り、アメリカの教会においても規則に従うよう、求めてきたことによるものであった。トマス・キャンベルはその規則を拒否し、所属教派から距離を置いた。そして1809年には、聖書が語るところで私たちは語り、聖書が黙するところで私たちもまた黙するという、 原則のもと、トマスは支持者と共に、ワシントンクリスチャン教会を設立し、ワシントンクリスチャン教会の宣言及び提言を発表した。トマスは、宣言文書内で、何人も、兄弟から裁かれることはできず、また何人も、兄弟を裁くことはできない。人は皆、何よりも、自分で自分を裁くべきで、自己を神の前に弁明しなければならない。 各人は皆神の言葉に縛られているのであって、神の言葉の人間的解釈に縛られているのではない。と訴え、教会は聖書に帰らなければならない。イエス・キリストの教会は一つであると主張した。こうしてトマスは、長老派教会のカルバン主義への疑問も訴えると、ともにトマスと同じく、アメリカに移り住んできた息子のアレグザンダー・キャンベルと合流し、1811年、 ワシントンクリスチャン教会を継承発展させる形で、ブラッシュラン協会を設立した。ブラッシュラン協会においては、牧師と平身との区別は存在せず、長老、執事、伝道者などの役職を、信徒の内から選んだ。なお、この教会運営のあり方は、後のディサイプルス協会発足時にも影響を与えた。そして1812年には、バプテスト教会と、 幼児洗礼の否定及び心霊の点で共通点を見出して1813年にバプテスト教会連合と協力関係を結んだ。しかし実際のところブラッシュラン教会の信徒たちにとってはバプテスト教会が制定している信仰告白を受け入れることもできなかったしブラッシュラン教会自らの独立的立場を脅かされることを大いに危惧していた。諸教会 神との位置を掲げること、そしてあらゆる人間的な協議は受け入れないことを条件に、バプテスト教会連合、レッドストーンへ協力することを決めたものの、1816年にアレグザンダーがバプテスト教会連合の会議で演説した内容が、バプテストの各教会から猛烈な批判を受けたことをきっかけに、トマスらは1824年には協力関係を、 解消することを決断する。その後ブラッシュ・シュラン教会は、バプテスト教会連合、レッドストーンから分離した1824年に、ウォルター・スコットを指導者とする、マホニング・バプテスト連合と協力関係を結んだ。さらに同じ頃、ケンタッキー州で、カルバン主義の予定説やウェストミンスター信仰告白に疑問を抱いていたバートンストーンが長老派教会から分離して、 クリスチャン・チャーチを形成した。そしてこのクリスチャン・チャーチが、トマスやアレグザンダー、ウォルター・スコットらの神徒トグループと、1832年に合同し、ディサイプルスを結成することとなる。この合同により、バートンとキャンベル親子の運動は大きく躍進し、聖書復帰運動と呼ばれる運動へと消化されることとなり、バプテスト、メソジストと並び、 アメリカ中西部で勢力を拡大した。ディサイプルスは創立当初から道徳的に荒廃した中西部で伝道を開始しており、1849年にアメリカキリスト教伝道協会の組織化により、アパラーチア山脈を越えて西部開拓民の伝道にも力を尽くしたが、19世紀末から20世紀初めにかけての自由主義神学論争の影響により、1900年初頭、 ディサイプルス派とチャーチオブクライスト派とに分裂した。なお、ディサイプルス派はこの後さらに、エキュメニカル派のディサイプルス派とファンダメンタリストのクリスチャンチャーチとに分離することとなった。ディサイプルスは現在、アメリカにおいて、バプティスト派やメソジスト派とともに大きな勢力を保っており、アメリカ合衆国大統領も3人排出している。アメリカには、 約130万人、全世界では200万人の信徒がいるとされる。1888年10月、宣教師ジョージ・ T ・スミス夫妻、チャールズ・ウィー,ガーアースト夫妻を最初の宣教師として日本に派遣し、秋田県を中心に伝道活動を開始。日本ではディサイプルス派の教会はキリスト教会と呼ばれていた。なお、スミス夫人が日本で亡くなったことを記念して、 1892年に街道が建てられている。その後、戦況は東京にも広がり、生学院などの教育伝道も行われた。しかし1941年、キリスト教会は日本キリスト教団に加わることとなり、日本におけるディサイプルス派は消滅することとなった。また、1900年初頭にアメリカで結成されたチャーチオブクライストも、 日本へ宣教師を派遣し、静岡、茨城などで伝道1949年には茨城キリスト教大学を設立した。さらに、アメリカのディサイプルス派から分離して誕生した、保守派のクリスチャン・チャーチも日本で宣教を行っており、団体としてはキリストの教会を設立している。また関連の神学校として大阪聖書学院を持つ。 以下の団体については、ディサイプルス派の流れを受け継いだと自称することが確認されているが、団体外部の指揮者より異論が起こったり、カルト傾向のある組織として指摘されていたりする団体である。ありがとうございます。